んにちは、ナオコーソクリハビリセンターの福田です。本日ご紹介するトレーニングは歩行の振り出しのためのトレーニングをご紹介したいと思います。で、歩行の振り出しのためのトレーニング、まあ今までにも様々紹介してきていますけれども、本日はどちらかというと麻痺をしていない方の良い方の足に着目したトレーニングです。早速内容をご紹介したいと思います。やり方としてはすごいシンプルです。で、今日は動画ですごい分かりづらいので、まあうちの編集担当が良い形で仕上げていただけることを期待しております。一度まずやってみますね。まっすぐ立った状態で、例えば今こちら側を鬼が手の麻痺している側と考えてみましょう。その状態でこういうことをします。で、動画をご覧の皆さんもこれ何やってるかなっていう話なんですけれども、今私これ親指側に体重を乗せています。左足の親指側に体重を乗せています。これで今左足の小指側に体重を乗せました。親指側、小指側。今度はつま先側、かかと側、つま先側、かかと側。このように体を大きく動かさず、できるだけまっすぐな状態を保ったまま、ご自分で良い方の足の裏の体重の乗る場所ですね、を変化させる練習です。親指側、小指側、つま先、かかと、つま先、かかとです。で、親指、小指、つま先、かかとが慣れてきたら、例えば親指の前側、親指の後ろ側、後ろ側の小指側、小指側の前側というふうに、こう四角形、足の裏をこう四角形をね、こう作るようなイメージで体重の移動を行ってみてください。これがどうして歩行の練習、振り出しにつながるかといいますと、足を振り出す時にですね、実は足で支えている側の体重は常に同じ位置にいるわけじゃないんですね。はじめはかかと側に体重があって、どんどん小指の外側をこう通りながら最後親指に乗っていくっていうのが歩行の支えている足の時の体重の移動の形式です。で、この体重の移動によって体を支える反応がうまく出たり、反対側の足が振り出しやすくなったりしてきます。ですので、良い方の足でまずしっかりとこの足の裏の中での体重の移動ができると、振り出す時の細かなコントロールっていうのが得意になってきますので、こういう練習はぜひやってみてください。で、もし可能であれば麻痺側に関しても同様ですね、鬼が手の方でも足の裏の感覚で感じることが可能であれば、同じように親指側、小指側とできるだけ体が動かない範囲でコントロールする、ご自分の細かな動きでこの体重の位置を変えることができる、足で支えている場所を変えることができるということを練習してみると、立って何か活動する場面の時にさまざま微妙なコントロール、細かなコントロールができるようになりますので、おすすめです。本日もご視聴いただきありがとうございました。また何かこの動画でご質問がありましたら、コメント欄にお書きいただければと思います。それではまたお会いしましょう。